はい、どうも、グラシャと申します。今回どういうわけか私マインクラフトやってみたいと思います。とりあえずね、ワールド新規作成で、その他の設定、まあ、この辺はいいだろう、別に。スーパーフラットにするつもりも大きいやつにもするつもりないし、アンブリファイドにする余裕もないので、ボーナスチェスト、これもいらない。OK、じゃあ、それじゃあね、何やろうかな。グラシャ、ワールド。OK! さあ、一本勝負。どんなのが出てくるかわからない。泣いても笑ってもこれが一発勝負だ。さあ、どんなワールドが出てきてしまうんでしょうか。さあ、さあ、さあ、さあ来い。どうなんだ。はい。はい。はい。あっちに洞窟があるな。とりあえず、まあ最初に説明だけ入れておこうか。何にも考えてません。このマインクラフト。で、これが私のスキンでございます。あそこに洞窟あるね。で、まあなんかいろいろあって建物が近くに見当たらないな。何もないってわけじゃないだろうけど、モッドはね、軽量化モッド、よく動画で使われているあの軽量モッドだけ入れてあって、バージョンは 1.8 となっております。ダークオークからね。とりあえずは、適当にこのダークオークの木を切って、叩き切って、まさに叩き切って。まあね、目標としては、まあ、エンダードラゴン討伐を掲げはしますが、ぶっちゃけ単発の香りもプンプンしてるので、わかりません。どうなるのか、私には全くわかりません。テクスチャーは、申し訳ない、名前を忘れたので、この辺にって、マウスカーソルがあるかどうかすらわかんないけど、とりあえず作っちゃおう。間違えたー。作業台6個もいらない。作業台6個もいらねえよ、バカか、俺は。うん、こういうことしよう。ここで、違うね。OK。さあ、俺初めて見たよ、この作業台のタワー。さあ、そういうね、ボンミスもよくやらかす、初心者マインクラフター、グラシャでございます。本当にね、いろんな方がやってるのを見てね、で、グループでやってるのを見たりして、で、同じ、私と同じようにと言っては失礼ではありますが、無計画な、無企画なマインクラフトの動画を見たりもしてね、まあ、ちょっとばかし興味を持ちまして、多少の準備をいたしまして、まあ、無計画ではありますが、やってみようじゃないかという段階でして、また、ぼちぼちね、やっていこうかなと。とりあえずどうしようかな。動画いくつかいるだろう。とりあえず斧作って、そしたらもうちょい木。イエーイ。やばいよ。ダークオークの大画面が基本的に続いているこのマインクラフト。マインクラフトを初見実況プレイ。いや、初見ではないけどな。PS3 版では、一応、ね、エンダードラゴン討伐なのなんだのやったりはしたので、初見ではないな、マインクラフトそのものは。なんでこのタイミングで、なんでこんな男がマインクラフトを始めたのか、全くもって話さんで疑問ではございますが、とりあえずツルハシ作って、そうだな、さっき見えてたんだよな。で、さあ、これはちょっとわかりやすいために置いただけで、初期スポーンが確かね、盆地ってわけでもないけど、どの辺だったっけ？この辺だったもんな。とりあえず一個持ち歩いていりゃいいか。さてさて。とりあえず正面に見えるね。うまいこといい洞窟があるな。
こいつを、こいつをね、これ、これが何？あれ？なんだっけ？ああ、火工岩。とりあえず、ああ、いいね、石炭がいっぱいある。自分石炭、木炭より石炭だからね。石炭がこういうとこにいっぱいあるのはとてもありがたい。適当に、適当に石材をちょっと調達して、ある程度整ったらね、いい住処探しに行きたいので。この洞窟が探索終わったかなぐらいで行きたいなと思っております。さあ、これじゃあ石揃ったし、石、あ、間違えた。これ違う。まだね、新しいテクスチャーに慣れてない。今までバニラでしかやったことないから、テクスチャーは。作業台を置いて、まあ、とりあえずね、とりあえず石ピッケル。これ基本。石ピッケルは基本。さて、これで石炭を掘る速さが格段に速くなったのでね。とりあえず暗くなるまでに羊3匹見つけて買っちまいたいところだけど、多分そうもいかないだろうから、その時間はね、地下に潜っていようかなと。で、その地下に潜るためには、やっぱりね、松明が必要だと。なので、今は松明をたくさん狩るわけですが。さて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 。今どんぐらいだ？松明がどんぐらい手に入った？お！いいね、鉄もある！いいよ、こんな速さで鉄が見つかる。あ、いいね、しかも3つ4つある。あ、うまい！うまいうまいうまい。ありがたいね、これ。これありがたい。これありがたいよ、この鉄、鉄ラッシュありがたい。いいね、いいね、いいね。幸先いいよ。幸先いいけど登れないよ。ちょっと、オッケーオッケー。いいね、いいね、いいね。いいね。どんどん取っていこうか。これが何？砂利になる？あ、違うな。これが？あ、これ安山岩か。そうか、そうか。てか、お、いっぱいあるな、おいおいおい。やばい、いっぱいある。いっぱいあって、こっち側明るいってことは、洞窟でも何でもなかったと。はいはいはい。さてさて。とりあえず、じゃあこの辺のピッケルをぼちぼち、え？なんつった今。この辺の石炭をぼちぼち取ったらね。ちょっと、なんていうかね、その、鉄を精錬してる間に、ちょっと豆腐でも作ろうかな。いいよいいよいいよ。すごい、すごいいい流れ。すごいいい流れだよ。やばい、やばい、楽しい。言うてね、マインクラフトをまともにプレイするのがとても久しぶりなので、すごい楽しい。いやー、マインクラフト楽しいな。さて、あー、え、今どんぐらい？あ、見やすいね。あ、あ、そうか。すごい。拡大ができる、この、なんだっけ。軽量化モッド。名前ぐらいちゃんと覚えたげようって、石、肝心の石全然取ってなかった。ちょっと、石集めて。適当でいいで集めて。ちょっとでいいから集めようか。もういいかな？オッケーオッケー。かまどが作れる程度にあればいいから。どうしようかな。最初の拠点どの辺に建てようか。ある程度平坦なところがいいんだよな。ある程度平坦なところで適当にちょっと見つけたいんだけど。近所に鶏がいっぱいいるからな。お、なんかこ、あっちにも洞窟があるっぽいね。ああ、さすがに、ダークオークの森って重たいんだよな。チートばかし。あ、ここの盆地なかなかいい感じ。いい感じだよ。盆地ってどういう意味か知ってるかいって。で、ああ、水もちょっと色が薄い。色素の薄い感じで。これは海か？もう。海っぽいな。対岸が見えない。イカかわいいです。おっと、ゾンビの声が聞こえたぞ。な、洞窟多いな。洞窟じゃな、洞窟でも何でもないな。
待て待て待て。あんまりね、初期スポーンから離れすぎてもよくない。わかんなくなっちまう。やっぱ序盤ってのは死にやすいからな。とりあえずこのマップに何があるのか。あ、豚さん。あ、豚さんかわいいな、おい。豚、近い。さてさて。どうしようかな。とりあえずマップをぐるぐるしてみるんだけど、ね、かまどとか松明とか言ってたこと全部忘れて、マップ、うろうろしてる。さあ。何かない？何かないっていうか、日が沈みかけてんだよな、もう。初期スポーンの場所にとりあえず帰って、最悪野宿できる場所をね、確保したい。だけど、そういや難易度ってどうなってた？難易度ノーマルか。まあまあノーマルでいい。ノーマルでいいや。ちょっと待ってよ。かまど。あ、しかしわかりやすいな。あれわかりやすい。てかね、この拡大結構いいな。あの、動画的にって言っちゃあれだけど、動画の作りやすいよね、きっと。やばい、日が。んなこと言ってたら日が。やばい、ちょっと。もう、なんでもいいわ。なんでもいいから。ちょっと、スピーディー。速さが大事だよ。スピーディー。あー、全然スピーディーじゃない。スピーディーワンダーで行こう。スピーディーワンダーで。暗い。ダークオークだから余計暗い。もうちょっとあの、箱庭なんてもんじゃねえ。箱でいい。やばいな。ちょっと。これはいつにない感じだよ。あれだよ。地下の音。やばい。これは、ちょっと。くらい。なあ、おい。あ、そうだ。作業台がないんだよ。ちょっと作業台で、なんでもいい、明かりをくれ。明かり、オッケー。で、明かり。明るく、狭い。狭い、違う。ね。とりあえず、かまど作って、これいつになく雑だよ。かまどに、これで、いいね、石炭掘ろう。石炭で、で、ちょっと石でいいつうか、さっき木材、棒全部使っちゃったな。まあまあまあいいや。扉すらない。この閉じ込められた空間で。ね。普通だったらもう呼吸が危ないんだけど、マインクラフトならそんなことは気にならない。で、スコップ一個作って、いや、この、これで、ちょっと火力をね、これで、石じゃない、鉄の剣作って、よし！ちょっと、夜暗いからあれだけど。地味なこと始めそう。オッケー。わあ。いきなりこんな階段掘りをするなんてね。どうなのよって話だけどさ。今世の中暗いわけじゃない。暗い世の中でね、あの旅するほどスティーブは強くない。スティーブつうかグラシャさん強くない。ね、これ階段掘りして何か掘り当てれれば、もう安牌ってなんだっけ？まあいいや。特になさそうで、ちょっとここ怖いけど開けてみる？夜だね。ちょっと。この辺にちょっと明かりをさ。すごいな、箱だな。敵さんがどんぐらい湧いちゃうかわかんないから、スピーディーにね、木材の確保を図りたい。さあ、木
材。木材つうか羊さん、羊さん欲しいな。羊さんおらんかな。木材こんだけ取れりゃもういいんだけどさ、ちょっとちょっと冒険してみる。あっ絶句、絶句ってこういうこと言ってる。いや、あー気づかれたね。気づかれずにやろうとしたら気づかれたね。やべ、いやーいやー当たんない、届かない、距離感、距離感掴んで、危ないよ。あ、あ、あ、よし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 、初退治はまさかのクリーパー。匠先輩、バスケさん、スケルトンがいるな。やれんかな。トゥー、痛い。あー何気にこれ鉄の頭つけてる。よし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 、そうか、食料がないな。食料なんだな。食料、あのゾンビさん、これゾンビだよな。あ、なんかこのゾンビバイオハザードのゾンビっぽい。ちょっと怖いですね。いやー、ちょ、振りまくり。よしよしよし、食料ゲット、食料ゲット、食料。あ、後ろから来てる、やばいよ。よし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 、鉄拳鉄拳、危ない、まだいる。鉄拳、鉄拳強いよ。鉄拳の強さを思い知る、鉄拳の強さを思い知るマインクラフト。危ない。てかね、てかね、羊さんがいない。鶏さんがいっぱいいるからな。あ、雲雲雲雲雲雲雲がいる。あ、いや、あい、あ、痛い痛い痛いって、痛いって、ちょ、危ないって危ないって危ないって、撤退しながらの攻撃は基本。ちょっと待って、ちょっと待って、食料がない時点でこんだけ攻め込むの危ないから、木材もある程度確保したし、一回あの箱の中に帰ろう。いやーいやーいやー、箱箱箱、てか邪魔、これ埋めてしまえ。とりあえず、はい、違う、誰も入ってこられないようにして、ちょっとどうしようかな。扉が作りたいな。違う、木材で、あ、白樺、あ、そうか、ドアもなんか素材によって変わるんだっけ。外側から作っとこうか。あー、なんか光るね、光るものを感じる。てか食料ないな、食料やばい、食料やばい、食料どうにかしないと、食料どうにかしないとちょっと死んでしまうから。別にハードコアじゃないからどうとでもなるんだけど。卵、ちょっとごめんね、ニワトリさん。出たよ、このマインクラフトで一番いらないと言われてしまうアイテム、羽。いやー、いや、クモさんいっぱい狩れば羊毛にできるな。いやー、いやー、ごめんなさい、ごめんね、ごめんね、ちょっと狩らしてもらうよ。さあ、ごめんなさいね、チキンハンター、チキンハンターグラシャで。さあ、いやー、さあ、では第1回目となりました、グラシャクラフト今考えたね、ネーミング今考えたね、グラシャクラフト。さあ、どんなことになってしまうのか、続けるのでしょうか、それすら分かりませんが、今回この辺で起任したいと思います。それではありがとうございました。おやすみ。ベッドないけど。